心と手。王・ヘンリー。枯葉役。デンバーで、東部に向かう B&M 急行列車の普通客車に乗客が流れ込んできた。ある客車では、趣味の良い服装をした若い美人が、経験豊かな旅行者が持つ、あらゆる贅沢な品に囲まれて座っていた。 乗り込んできたばかりの客の中に二人の若い男がいた。一人はふてぶてしくフランクな面構えをしており、また態度もそれに見合ったものだった。もう一人はしわくちゃの陰気な顔の男で、鈍重そうな体つきをしており、着ているものも乱雑だった。二人はお互いに手錠でつながれていた。二人は 客車の通路を歩いて行った。空席は、例の魅力的な女性の差し向かいの席しかない。そこに二人一組の男たちは座った。その若い女性はかすかに、素早く、また何気なく男たちに目を走らせた。と、彼女は顔を輝かせ、ふっくらした頬をかすかにあからめて、 灰色の手袋に包まれた小さな手を差し出した。そして口を開いたのだが、そのゆったりとした甘ったるい声からして、声の主は話し慣れした人物であり、また聞いてもらうのにも慣れているに違いない。イーストンさん、あの、私の方から声をかけて欲しがっておられるみたいですから、そうしますね。 西部で知り合った昔のお友達のことを忘れてしまったんですかその声を聞くと若い方の男がハッとなりわずかに当惑した素振りを見せたがすぐに落ち着きを取り戻して左手で彼女の手をしっかりと握ったフェアチャイルドさんでしたかと彼は微笑めながら言ったもう一方の手はご勘弁願います 差し当たっては別の役割がありましてね。彼は右手を軽く上げてみせた。その手首はキラキラしたブレスレットで同伴者の左手首と繋がれていた。娘の喜びを称えていた目は次第に困惑した恐怖の色合いを強めていき、頬からはおてりが消えていった。 唇はわずかに開かれて困りきっているのを隠そうとしていた。イーストンにはそれが面白かったのか少しだけ笑って再び口を開こうとしたがそれを出し抜いて同伴者が口を開いた。その陰気な顔つきの男は抜け目のない確かな眼力でこっそりと娘の顔色を観察していたのだ。 すまんが、口を挟ませてもらえるかな、お嬢さん。こちらの執行官さんとは、お知り合いと思ったもんでね。どうか、俺のために一言言ってくれるように、頼んでみてくれないだろうか。あんたの頼みだったら、執行官さんも、檻の方に口を聞いてくれると思うし。そうしてもらえると、向こうでの待遇が良くなるんだよ。執行官さんは、俺を、リーブンワース監獄に連れて行くところでね。 家庭元蔵で七年ってわけだ。ああ、と、娘は大きく息を吐いて、顔色を取り戻し始めた。こちらでそんな仕事をしていたのですか、執行官とは。ねえ、フェアチャイルドさん、と、イーストンは穏やかに言った。僕は何かをやらなきゃいけなかったんです。金ってものにはみんな羽が生えてますからね。 ワシントンの仲間たちと付き合っていくには金が要ります。この仕事の空きを西部で見つけて、それで、えー、っと、執行官ってのは大使ほどに身分のある職業ではないですが、それでも、あの大使には、と、娘は温かい声で言った。あれから会ってません。もっと言えば、一度も会う必要なかったんですけど、このことご存知だと思ってました。 それに今もまだ、あなたは、ワシントンの英雄たちの一人なんですよ。馬に乗って銃を撃ちながら、あらゆる類の危険に立ち向かっていく英雄。ワシントンでは珍しいタイプね。みんな、あなたに会えなくなって寂しがってますよ。それまで、うっとりとしていた瞳が普段通りになり、少しだけ大きく開かれた。キラリと光る手錠をじっと見つめる。 そんなに気にすることはないよ、お嬢さん。と、もう一方の男が言った。執行官ってのはみんなこういうふうに自分と囚人を手錠で繋ぐんだよ。相手に逃げられないようにね。イーストンさんは仕事をしてるだけなんだから。またすぐにワシントンでお会いできますかと、娘が尋ねた。しばらくは無理だと思います。と、イーストンは言った。 残念ですけど、もう自由な日々は終わってしまいました。私は西部が好きです。と、娘は脈絡のないことを言った。瞳は静かに輝いている。その目で窓の外を見た。口調や態度の虚色をなくし、心を込めて淡々と語り出す。母と私は今年の夏をデンバーで過ごしました。 母は一週間前に家に戻ったの。父がちょっと体を壊したものだから。私は西でも暮らしていけましたし、すごく楽しいところでした。空気が合っているのね、多分。お金が全てじゃないんです。なのにみんな、いつだって誤解して、いつまでも賢くなれなくて。なあ、執行官さんよ。と、陰気な顔つきの男がうなるように言った。 こいつはちょっとフェアじゃないぜ。俺は喉が渇いてきたし、今日一日タバコも吸ってねえんだ。もう十分喋ったろさ、喫煙者に連れてってくれや。死ぬほど一服したいんだ。手錠で繋がれた二人の旅行者は立ち上がった。イーストンは再び弱々しい微笑みを浮かべた。僕は喫煙の生願を拒むことができません。 あっさりとした口調で言った。タバコは、悲運な人にとって唯一の友達ですから。さようなら、ミス・フェア・チャイルド。僕には義務がありますのでね。と言って、彼は別れの握手のために手を差し出した。残念です。頭部に行くわけではないのですね。女は、よそよそしい態度と口調を取り戻していた。でも、 リーヴンワースに行かないといけないんですものね。そうでしょう。そうです。とイーストンは言った。僕はリーヴンワースに行かねばなりません。二人は横歩きで、喫煙者に続く通路を歩いていった。近くに座っていた二人の乗客は、その会話のほとんどを聞いていた。一人が言った。あの執行官、なかなかいいやつだな。 西部の奴らの中にも悪くないのがいるもんだ。すごく若いのに、あんなにきちんと職務を全うしてるから、と相手は尋ねた。若いだってと、最初に喋った方が大きな声を上げた。どうしてああ、気づかなかったのか、あのさ、手錠を自分の右手と相手の左手にかける警官なんて聞いたことないだろう